はい、お疲れさん。ありがとうございました。合格の場合だけ連絡するから。はい。緊張したな。うまく踊れたとは思うんだけど。受験番号4番、アシュビーです。よろしくお願いします。さっきのやつもだけど、AKB って男入れないからね。わかってる？はい、どうも、マロチェイス。よろしくお願いします。いや、今日はね、俺が一番楽しみにしてるんじゃないかな、この野球の部分に関して言えば。前回ね、コンパクトスイングをね、覚えたでしょ。で、追い込まれたらコンパクトスイングで、追い込まれるまでは今まで通りというね、今更それをやるのかと思われるかもしれませんが、今更それをやるんだどう思われようが現実問題として今更それをやるからね。俺は頑張る。すごいいい結果が残せるんじゃないかなと。よーし、やっていこうぜ。そうね、目標としては2試合で5本、ヒット5本ね、いけるんじゃないかな。いや待ってよ、長打も狙えるということを考えると、じゃあ2試合で7塁打ぐらい。お、すごくない？7塁打だよ、2試合で。すごいことだよこれ。ちょっと狙ってくから。よし。いや、ここでもしさ、動画の中で7塁打でもしてみたんさいよ。すごい進化ですよ、俺の中の。まず4ねまず4ね、いただきました。いやー、もうコンパクトスイングする暇がなかったよね。いや、今日はちょっと楽しみですよ。結果出しますよ。ちょっともう景気づけの側転やっちゃって、マノッチ。あ、やらないね。よし、まず4ね。2試合で7塁打ってすごい俺の中ですげえすげえって盛り上がってはみたけどさ、なんかこう、あと3かと思うとさ、なんか凄さが分かんなくなってきたわ。とりあえずすごいことだということでいいかい？あ、ピッチャー指臭い人じゃない？いや、もう指臭い人って名前気に入ってるのはおそらく俺ぐらいだもんな。今日はバッティングの日ですね。うまい、指臭い人。よし、追い込まれたら丸ボタンでコンパクトね。それまでは今まで通り。なんかサイン出した方がいいんじゃないのか。あ、いらないのか、わかんねえや。いらないんだな。Maybe he settles in and can give you another inning or so, but I wouldn't bet on it at this point. Pulled toward right center field. Zinn is in pursuit. いやいや、まあ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 、そう毎回はヒット出ませんよ。よーし、打つぞ。切り替えだけは早いからな。基本打てないとかエラーとか、まあ、なんやかんやのミスってのは俺すぐになかったことにするから。で、自分の良かったところはひたすら引っ張る。なんか自分で喋ってと思った。鬱陶しいね鬱陶しいね。いや、まあただね、ネガティブな部分引っ張るよりはいいだろ。落ちな！よーし、これで5。じゃあ盗塁でもしますか。あれだからね、打てるだけの男じゃないからね、俺はね。走れちゃうから。はい、ごめんなさいね、急にカットしたと思うんですけど、ちょっと茶番に使えそうなシーンだったんでカットしました。どんまい。多分あれだな、恐ろしくクイックが速いピッチャーが来たんだな、間違いねえわ。バッチコーイ。
まああれだからね、盗塁失敗したことなかったことになってるからね。これどうやんの。おいし、いいぞ、指臭い人、よくやった。ぶつかってるって、仲良くしろって。まあ確かにね、俺がひどい名前つけたけども、仲良くしろって、そこハイタッチとかだろ。よし、いや、これはね、もう逆方向に素晴らしいホームランでしたよ。よっしゃ、打ちましょうか。もうすでに5塁打ですからね。というよりね、今のところまだね、コンパクトスイングを一度も使ってないというね。どうせだったらコンパクトスイングを絡めた7塁打がいいですよね。さあ来い。いや、まあなあ、ただフォアボールはちょっと違うよね。ちょっと打ちたいですよね。まあフォアボールでもいいんですけども、7塁打にカウントされないからさ。来た、行くぞ、コンパクト。ここで打てたらすっげえかっこよかったんだけどね。かっこよかったよね、打てたらかっこよかったよね。取ったら、二塁ですね。ちょっと指臭い人頑張ってますね。すごい。あ、あれか、俺結局ゼロの塁使わなかったんだね。よいし、一試合も良かったんじゃないですか。良かったな、指臭い人。よし、もう試合やっていきましょう。立て続けに取ってますよ。なんか立派な場所っぽいですね。ね、なんかあのでっかい試合なのかな。すげえなんかでっかいとこでやってるわ。とりあえず残り2塁打ですね。頑張りましょう。よし、やるぞ。Gets the call for game one of the series. Harold, any thoughts? Well, Matty's got an ERA under four. Now, that's not great, and it's not bad either. He's consistent, and he's a very reliable pitcher. So the thing you like about him, give me the ball, okay. I'm gonna go get him, and then you get what you get. あの手前のコーチかな。あの向こうの監督の顔見えないから。すげえ邪魔してっから。いやべやべ、つらっとアウトになったつらっとアウトになっ た, になったてかね、なんかね、今ちょっと嫌な予感してんだよな。まあうまくやればヒット1本で済むんだけど、シングルだったら2本打たなきゃいけない計算になるわけでしょ。ちょっと大変だよね。さあ、来い。なんか飛んでくる予感がしますよ。もう分かんないから棒立ちだよね。何してていいのか分かんねえもんな。よっしゃ、打ちましょう。まあちょっと後悔といえばね、さっきの試合でゼロの領域を使わなかったことかな。今回はどっかで上手にね使っていきます。よいし、打ちましょう。And an awful swing there, 2-0, as the count goes to 2-1.
Now here's the pitch. Well hit the other. Okay, now watch. Into the gap. Legs churning. He's headed for second. Hey! 達成目標。有言実行の男だもんな。なんか前回のコメントでね、今それ言われるってのがあったのが、整形してほしいだったね。今それ言われちゃうんだと思った。頑張れ。何度か帰るぞ。Yeah, great RBI opportunity here, but at the very least, he needs to find a way to advance that runner to third. Small things like that in a tight game can make a big difference. よし。おお、いいじゃない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 。これさ、そのなんか27番の君さ、ちょっと盗塁してもいいんじゃないか。でキャッチャーが投げた瞬間ぐらいに俺が走ればさ、いいやつだろ。お、ホームランかい。いや、いいじゃないの、チームも強いし。よし、じゃあ今から君のホームランパフォーマンスを見てあげよう。かっこいいのかな。ほら、ボスも期待してるよ、なんかやれと。いや、面白くないですね。面白くないわ。とりあえず目標は達成したので、あとはひたすらヒットを打っていくということですね。どうせだったらあれですね、コンパクトスイングでも打ちたいですね。まだ打ってないから、というか1回しか振ってないから、コンパクトで。まあ、追い込まれるまではいつも通り、今まで通りで。いやー、選球眼もいい。ちょっとあれですね、間のうち1段階上のレベルに上がったんじゃないでしょうか。よし。コンパクトいきましょうか。いや、俺こういう時な、振っちゃうんだよな。おい、振らないのよ。今回出塁率やべえわ。ちょっと盗塁するわ、マジで。ちょっと本当成功させっから。さっき全然だったからね。よっしゃい。やばい、チームへの貢献度が半端ない今日の俺。だって守備でもミスしてないし、1試合目のあのなんか球取れなかったやつはミスかな。なんかこれさっきもこんな光景見た気がするわ。今ならホームスチールができるんじゃないだろうかと。ちょっとやらないけどね。なんかそれもできそうなぐらいの勢いよね。タッチアップしてな、外フライ。よし、いいですね、いいですね。チームも強いし、いいですよ。まだ6回か、9回回ってきそうだよね、この感じだったら。8回か9回ぐらいに。打とうぜ。おっしゃ、さあコンパクトスイングの出番じゃないですか。今日はね、本当クソボールだけ振りたくない。本当クソボールを振っての三振は今日は見せたくないな。まあ、なかったことにしよう。
あとはなんかファインプレーの一つでも見せれば今日100点ですよ。警戒。よっしゃ、ゼロの領域行きましょう。あえての四角行ってみる？強振。どこ行った四角ね、打てる気しねえな。明日あたりちょっと四角こだわってみますか、強振というものに。回ってくると思わなかったな。どうする、四角こだわってみる今。まあ今日は結構ね結果残してるし、いいべ。これ四角ですけど、思ったよりまともにはなんか飛んでくれたなというか。ういーし、やりましたよ。なあ、毎回毎回茶番やってるだろ。そうだな、一体いつ動画撮ってんだろう。この前マノチン聞いたけど、ロッカーは常に撮影してるみたいだぞ。マジで？ああ。え、じゃあ今もカメラ回ってんのか。ほらあそこ。マジだ、カメラあるぜ。おい、意識しちゃうよな。自然にしてないと間の地使ってくれないよ。分かってるよ、分かってるけどさ、そうは言ってもさ。